シゲルライザは、新州百名山の一つで、南作群北東部にある標高1718メートルの山。作地域の人々からことに親しまれる名宝。その山業は、東西南北に、なだらかな裾そのを広げ、金星の取れた美しい水体で、周囲に高い山がなく抜きんでていることもあり、1700メートル級の山とは思えない、存在感で作平のどこからも目を引く。 基盤は、秩父湖西層。山体は、大日向多山精神聖岩で構成され、西部は千雲河光岩。北園は、核栓石、戦力岩が中心で、氷層は、厚いチャートの岩盤が続く。谷の侵食の際が大きく、断層も多く、県春。鉱山帯、亜鉱山帯が内線7 0 0メートル級の山にしては、珍しい植物が多く生育している。 山陽節が作地域で初めて採取され、梅活筋は作地域の他の場所では見られない。蓮華ゲ馬の群生地もある。また、谷が県春であるため、県政に近い山林が多く残っている。古くは雨乞いの山として信仰を集め、田植えの季節、日照り続きの時には山頂に登って雨乞いをした。山頂には、 大仙の祭人である石尊大権現を感心して祀った七百九十三年建立の石見屋がある。大仙は雨降り山とも呼ばれ、雨乞いと豊作を願う山岳信仰の対象である。石見屋は、しげる雷山を愛する会によって新しいものが建立されている。小海町では九百三十五年から尋常、高等小学校が全校登山を行っており、 戦後に一旦廃止されたが、やがて復活した。登山口は、佐久保町川の国道299号沿いに、牧田区コースと、霧保沢コースの2箇所、小海町川の大屋沢軸林道に1箇所。巨大土地の木、小太郎山頂は、ほぼ360度眺望が明け、佐久平が一望できる。山頂から、間近に見る、八ヶ岳連峰は圧巻。佐久保町川、 霧リク沢コースの中原には森の巨人たち百戦に選ばれた土地の巨木がある。千曲川を挟んで西にそびえる八ヶ岳連峰の一つ、伊王岳の火山噴火の際に飛んできた岩をもらって山ができたもらい山が由来と言われる。もらいが嫁をもらいたいに通じることから縁結びの山としても知られ、山頂には願掛けの石祠が祀られている。 良質な自鉄鉱石の産地で、周辺には江戸時代末期に営まれた鉄山やたたら製鉄所の遺跡が残る。しかし、鉱脈は断続的で採掘の労力と比較して、産出量が少なく不採算であったため、産業として確立はされなかった。ありがとうございます。